皆さんおはようございます。アンドこんにちは。こんにちは。おあつございます。待ちかわラジオ始まります。ということでね、笹野さんお久しぶり。おかえりなさい。久しぶりっていうか一週間ぶりです。はい。一週間はないだけでなんとなく。そうですね。はい。あ、そっか。その前は俺がサボってたの。お休みだったんです。お休みだったんです。ね。はい。その時ライブ中継と。はい、いうことでありまして、久々に2人たたら祭りだったんですね、はい、2人でお送りしたいと思います、はい、マチカワラジオ。さあ、何月何日って言わないんですか言いますか、今日何日でしたっけ。今日はね、8月の17日ですね、はい、17日です。この三角ベースの水沼さんのそうお誕生日、はい、お誕生日水沼さんおめでとう。50歳を過ぎました50歳とうとう突破しました。はい、おめでとうございます。51歳ということで、ね、よくぞお元気で、はい、僕もすぐそっちに行きますよ。はい、私ももう行きますけどそうです、はい、あ、そうそうそう、俺の1個上ですよね。そうだといいんですけどね俺と水沼さんの間ぐらいですね。はい、そうですね。そんな感じでお送りします。はい、どん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 と月日は経ちます。はい、ここにね、今はい、持っております。何だと思いますか、ね、川口フェスのですね、はい、第2回川口フェスに向けてのこの番組、はい、見た目は用品店の提供でお送りしておりますが、振り込みはまだと。なんか、だいぶ宣伝してらっしゃいますけどね。そうそう、まあ、しーちゃんとこですからね、はい、これ川口フェストのですね、はい、これが T シャツ、やっと、うん、T シャツね、はい、T シャツ、これ T シャツ、はい、で、これが、タオル、タオル、なんちゃらタオル、なんちゃらタオルってやつで、これが、こっちが2000円、よく野球の時なんか首にこう、やってますよね。で、これが1500円で販売というか、まあ、協力してくださいみたいな感じなんですけど、はい、これをこうやってかけますと、はい、逆ですねいつも間違える、ね、こうしてです、はい、こうしてこうやってやりますと、ほらほら、ミュージックフェス、川口フェス、つながるんですね、これ、はい、こういうデザイン、ちょっとずれてる、はい、どっち、こっちか、こういうスタイルで当日いるとかっこいいというか、ね、うん、9月の22日日曜日ですね、はい、キュポラ広場、川口のですね、東口のキュポラ広場を中心に、いろんなバンド、はい、全部で11ステージになりましたね。すごいですね、はい、70組、約70組、全部出られるんですか。一応こちらでクビにした人はいません。いません、はい、はあ、全員ですね。あ、そうですか、まあ、時間の都合でどうしても出られないとか、親戚が連絡が来ない、連絡が来ないって、言ってました。あら、多分落ちたんじゃないかって心配してました。なんだっけ、あれだよね、スムグだよね。そう、スムグ、ね、スムグ大丈夫です、はい、一つ入ってる。あ、そうですか、はい、どこでやるかはまだ分からない、分かってますが、俺は覚えてないです、はいまだ決まっ決定ではないので、インターネットで通知が来る、メールで来るはずです。メールで来るはずです、ね、じゃあなんか入らなくなっちゃってるのかな、わかんないですね、うんうん、で8月の24日にですね、はい、商工会議所のあるビル、はい、川口センタービルのですね、7階、はい、7階か、の会議室でですね、1時からミーティングを行いますので、はい、必ずご参加くださいと。ダメなら代理を立ててください。まあ、こんな感じでこのタオルね、この T シャツとこのタオルで当日ぐらい川口埋め尽くしてやろうかなみたいな、はい、T シャツが2000円で、はい、これが1500円ですから、はい、3500円スタイルですね。ですね、でこれも足しますと4500円、あ、そうですね、はい、そんな感じでこれもね、だいぶ協力店の方も増えてまいりました、はい、寄付になりますね、まあ、これでほとんど運営しておりますので、はい、ぜひご協力の方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、70バンドともなるとね、バンドなんか全部覚えられません。そうですね、はい、とてもじゃないけど、それでどこで何をやってるっていうのがちょっと人一目瞭然に分かりませんね。一応それを作ってるのが私なんですけど、はいはい、あれ入れろこれ入れろ、はいはい、分かりました、はい、なんかね、そういうなんか紙とかなんかないと、はい、そうですね、ね、まず一番、まあ、メインステージというか、はい、A ステージがですね、まあ、AB もちょっと正直言って分かんないんですけど、はい、キュポラのステージ、トラックの上でやるですね、はい、一番大きなステージがトラックです。大型トラックをぶち込みまして、はい、その上でステージを行うと、はい、まずそれが一つ、はい、でその横でですね、フラットなステージがあります、はい、ですからキュポラ広場でこう2つこうステージが並ぶわけですね、はい、その1個では音楽やって、こっちは子供たちの、ダンスを入れたり、はい、そんなステージがあります。そこから近いところですと、そごうの裏、はい
はい、今年から協力していただきます川口信用金庫、はい、そこのですねお店の横というかねちょっと奥に入る駐車場があるんですが、そちらの方でまず一つ、はい、それからですね川口の銀座通り商店街、はい、ジュモールですね、はい、そこのドンキホーテ像というあのこうなんか銀座通り商店街に抜けるちょっと広い道があるんですけれども、はい、そこで一つ、いわゆるドンキホーテというお店ではなくドンキホーテ像というのがあるその前、はい、でまず一つ、それからですねその銀座通りいわゆるマックのところ ぶつかるわけですね、はい、マックのところじゃねえや元伊藤洋華堂今ザプライスか、はい、うん、のところぐらいにぶつかるわけですけど、はい、その右側行ったところに金子ファーマンシー、金子薬局さん、薬局屋さんがあるんですが、はい、その前でも一つと、でそっちとあと反対側に行っていただいて、ずーっと行くとこの高木薬局さんとやっぱりこの商店街の中にあるんですけども、はい、そこで一つで高木薬局さんのちょっと手前いわゆる、ミスタードーナツの方向に行くへっと曲がると、で前回は建設会館というところでやらせていただいたんですが、ちょっとあの交通事情等々ちょっと危ねえんじゃねえかと 道端でやるのはと、で、そのコミュニティ広場っていうのがあります、そこの自転車置き場みたいなところでまず一つと、全部言ったいくつだったかな、ね、1,2,3,4,5,6,7 ぐらいですか、そんなもんか、1,2 でしょ、それからですね、じゃあ元の金子薬局さんに戻ってください、まあ、はい、戻りました、要はまこっちゃんとこのショックオンとか江南春とかあるビル、太陽サパールビルですね、はい、あの前の通り、あの前の通り駅から離れる方向に、行っていただいて、太陽サパールの1個目の信号で、その次の信号の左側ですね、花膳セレモニーという、葬儀屋さん込み、おめでたいこともやってますが、そちらの、場所をお借りしまして花膳ステージと、はあ、そこの花膳さんは一応横断幕とかいろんなところにかかってるんですけど、それの提供もいただいております。外ですね、はい、それは全部全て外です外、はい、うん、まずそれが外ステージ、あとちょっと変わったところで今回から、お願いしております、それこそ祖豪の屋上に今ビアガーデンがあるんですけれども、はい、そこも使わせていただくと、一応予定では12時半からと、まあ、他のステージからちょっと遅いんですけれども、そこのステージをお借りする、これがですね、川口のステージと、はいはい、西川口はそれから西川口ですよ、ね、西川口はハーツそれから八の武蔵両方です、はい、はい、でそちらのステージもお借りしまして、はい、全部で11ステージと、まだ決定ではありませんが、もしかしたらシャトルバスを出して西川口循環と。何ですかそれ。だから川口から西川口行くのが若干遠いじゃないですか。はい、ケプラはすごく駅前なんだけど、はい、そこから西川口ね、八の武蔵さんご存知でしょうけれどもね、はい、ちょっと駅からあるじゃない。西川口から歩いたら、そうですね、5、6分、はい、5、6分ね、今日かかりますね。はい。はい、まあそこのところまでシャトルバスを出してしまうと。どこから？川口からという計画です。はい、せっかくね協力していただいてるんで、ハーツさんを通って、そうだからもうハーツ通って、八の武蔵かどっちか分かんないですけど、はい、その3つを、網羅しながら、はい、はい、そうですね、そんなことをやろうかなと。で、まあ、そんなことがあるんで、できればそのバスの中で歌ってくれる人募集と。歌いましょうか。やりますか。バスの中だとバスガイドかなんかやりやがる。バスガイドうまそうですよね。笹野さんうまそうだね。いいんです、いいんです。どれでも。皆様、右側をご覧くださいませ。右手をご覧ください。一番高いのが中指でございます。ですか、はい、山田邦子さん、お元気ですか。そんな感じで、でも、ね、バスは面白そうです、ね、うん、だったらそんなこともやろうかなみたいな、はい、そんなことも考えております。まあまだもちろん決定じゃないんですけれども、まあ、それでですね、西川口の両店に行ってくれた人にはちょっと豪華プレゼントみたいなこともやってね、まあ、将来的にはまあ、川口フェス西川口舞台総長的にはね、はい、まあ、そんなんないんですけど西川口そんなんないんですけど舞台、そう、西川口に引っ張ってくるぞというね、一応俺は会長に近い立場にいますんで、はい、正直本当はないですよ、本当はないです、
将来青木公園に引っ張り、青木公園でね、はい、演奏とかやりながら、ね、西川口にももっとね、そうそうそう、こう西川口ガンガンですね、うん、そして川口オートレースでどでかい夏フェスと、あ、そんなことができたらなと、はい、夢を見ております。はい、あのですね、最近ね、まあ後でご紹介する、西口の、お話なんですけれども、はい、そこで頑張ってくれているイーウィッシャーの山田くん、はい、太郎ちゃんね、もうその西口の方でも少しステージを作って、盛り上げてきていきたいなと、はあ、 ね、そんな風に西川口舞台が策略しております。はい、もちろん、揉めてるわけじゃないですよ。なんか敵対楽しく全然敵対してません。してないんですけれどもね、敵対するほど力がありません。ライバル意識を燃やして、あんまりないです。みんなで協力してます。いやいや、ライバル意識、ライバルなんてね、ライバルっていうのは力が両方ともあって拮抗してて、で上に行きたいって思うじゃないですか。いや、2つ合わせてやっと力あるぐらいだから、はい、そんなことぐらい大人ですから分かっております。はい、そんな感じでね、川口フェス盛り上げていきたいなと、まだまだね、こちら残っているってわけじゃないですけど、はい、ご参加お待ちしたいと。こっち側ね、腕輪、腕輪じゃない、なんつうんだ、ミサングじゃなくて、なんて言うんですかね、なんとかリング、うん、まあ幸せリング、はい、勝手に言っちゃってる。そして T シャツ、はい、ね、そしてタオルと、これのこれあたりも、ね、これでも本当にお申し込みはって感じで、うん、どこに言えばいいですか、羽鳥さんのとこ行けばいいんですか。うちでもいいですし、ここでもいいですし、はい、商工会議所でも申し込み、はい、分かりましたってぐらい言ってくれると思います。まあうちの店に置いてありますんで、土屋さんに、ぜひともうちの方に来ていただければ、はい、合わせてお売りしたいな、かっこいいですね、そんな風に思っております。この3点セット、はい、ね、暑いんでしょうかね、当日ね、まあ、雨さえ降らなきゃね。そうですね、雨だけですからね、今これだけ晴れてるとなんか危なそうな気がします、ね、このまま行くと、ね、9月には80度ぐらいになっちゃうじゃないか。台風とか多いんですよ、台風が、ね、雨が、はい、ね、晴れも多いですが台風もちょっと引っかかってくる、土砂降りの音楽フェスって土砂降り嫌ですね、そしたらどうしましょうか。外は大変ですね、機械がちょっとね、ですからね、はい、あの屋内のやっぱりハーツさんとか、そうですね、武蔵さんはいいですけど ね、雨でも ね、まあ、そんな感じで雨を降らせないために皆さん、てるてる坊主を、雨乞いの祈りをじゃない、逆雨乞いをしたら雨来ちゃう、いや来ちゃうの、雨乞いの反対なんつうんですか ね、雨よけ、違う、なんなの。でも晴れ女とか晴れ男って言いますでしょ。俺比較的晴れ男ですから。あ、そうですか、はい、私も晴れ女なんですけどね、うん、B 級グルメだけはいつも雨です。化学反応ってのはいい、はいはい、あの晴れ男と晴れ男、私主催者じゃないですかね、私が主催だったら晴らしてみせるみたいな、なんとか熱気で ね、前もあの川口のキプラ広場でイベントやった時あったんですけれども、はい、我々のバンドがブーン終わったらザー降ってきて、あ、こんなもの通り雨だろうと思ってたら、はい、浸水しました。集中豪雨です ね、今はちょっと雨がね少ないですけど ね、どうなんでしょうね、一箇所ガーって降りますからね、最近、はい、スコールの集中豪雨で、はい、なんか変な日本になりましたね。うん、でもまあ大丈夫じゃないですか。はい、冬はきっと寒いですよ、また。そうですね、もうどこにも雪が降らない国は多分ならないと思います。うん、大丈夫です。そうですね。熱帯とか亜熱帯とかね、言われてますけれども、はい、お天気の方は本当にあの、そうですね、女心か男心か知りませんけれども、うん、まあ、不安定ですね。その辺はクーラーを使ったからとか排出ガスが多いからとかじゃなくて、問題は太陽です。あ、はい、人間の力で地球はどうにもなりません。そうです、ね、まあいい方向に持っていければね、はい、それはそれでいいと思うんですが、はい、暑いのは太陽のせいです。うーん、はい、全てそこです。本当にそうですね、人間の力は大したことありません、はい、でもまあね、地球の、温暖化というか、川口では熱帯化と言われておりますんで、あ、はい、まあ無駄な電気は消すと、はい、はい、そんな感じで、そうですね、これからもどんな締め方やるのか、世の中今夏休みで、はい、お子さんたちも ね、はい、あれですね、あのお休みのいろいろ目標を立てて楽しんでると思いますけどね、はいはいはい、でも子供の時夏休みといえば、はい、宿題宿題嫌だったんです。嫌ですね、あの、いいですね、言い訳の腕を磨くチャンスですね。あ、だいたい昔からこう1日2日で宿題を片付けてしまう、はい、てか、半分やらないみたいなね、うん、やらない理由を作るみたいな、
なずるいことばっかりやってたから、こんな人間なんです。感想文みたいなの何ですかあれ、あ、読書感想文ね。感想文、はいはいはい、夏休みの思い出とか、それが嫌で私。あ、夏休みの思い出、絵日記とか、作文かどこどこ行ってきましたみたいなとか、そういう感想文でも何でもいいんですけども、はいはいはい、それがいつも残っちゃうんですよ。嫌なんです書くのが。もう家庭の事情話すのが嫌だもん。いやいや、そんなことないですけどね、書けなくて。書けない、うん、親に書いてもらったことある。親に書いても、はい、良すぎてなんか親は好きだったんです、すっごい書くのね。それでなんかどっかで表彰されちゃったりする、ね、そうなんかそれで俳句ですか、はいはい、俳句みたいの書いて、それでなんか表彰された俳句、親が作った俳句。親が作りたかったね。親は得意なんですよ、そういうの。俳句五七五ですよね。はい、七七が入ると馬鹿ですよね。はい、忘れましたけど、どういう内容だったか。あ、俳句か、俳句一発勝負だね。はい、ね、今出ませんね。大丈夫です。なんか上手い川柳ばっかり出ちゃう。そういうの記号を入れないとね、俳句ですから。でも何でもこうね、はい、入るといいですよね、うん、これでだいぶ違う、そんな夏休みか俺は、川田川の時に暑いな、暑いなとかね、こんな松島みたいな感じ。そう、何でもいいんですか。何か振られると答えられるんですけどね、はい、高木登録さんでした。こういう歌合戦ですね。はい、そうですね。うさぎさんチーム、亀さんチームみたいな。はい、あ、なんか子供が楽しめるような夏休みを川口の方では企画してるんじゃないですか。はい、それがですね、川口、これから画面に出ると思いますけどね、はい、なんだっけ、スキップシティ、はい、そこにはですね、プラネタリウムがあったり、はい、あと他にも、ね、いろいろありますので、ああ、お出かけいただければ、ね、はい、なんか夏休みの宿題にはこと書かない。そうですね、宿題にはこと書かないんじゃない、作文もできるかもしれないですね、今日はプラネタリウムにしました。そうそうそう、なんかネタがあるとね、はい、いろいろ科学館等々ありますんで、この前科学館何万人、来たとかってなんかどっかで記事を見たな、そうですか、はい、でもな、あの川口イベント最近多いですから、多いですね、すごい人が集まるんですよね。いい街になってきましたね、はい、すごいですよね、このスキップシティのね、はい、プラネタリウムかなりいいですから、うん、あの都内に行くと1000円とか1500円とか取られちゃうような内容をやってますんで、はい、それをせっかく税金で維持してますから、それを無駄なく空席なんかないように、はいね、今行ったら涼しくていいやね、星見ながら。ダメなんだ俺、中は涼しいでしょ、中涼しい、ね、外は暑いですけど ね、星空を見ながらね、夏の大三角形なんて思い出してみましょうかと、はい、ペルセウス流星群でしたか、このまま、何でしたっけ。ペルセウス座流星、ペルセウス座流星、よく俺言えたな、今びっくりして。なんとか座っていうと餃子とかになっちゃうからね。この前太郎ちゃんに持ってきてもらいました。あ、さすが仙人餃子、うまい、仙人餃子美味しいですね、再確認、はい、何もつけないで食べる、はい、で、餃子には何もつけないんですが、はい、太郎ちゃんがおまけで焼きシューマイつけてくれました。あ、焼きシューマイうまい、美味しいですね。あのね、久々食ったけどうまいな。イーウーシャン、うん、イーウーシャン、ね、イーウーシャンはあの、まあ、時間によっては配達もしてくれるんで、はい、ね、暇な時間でしたらです、あのお忙しい時は太郎ちゃん食ってます。今でも西川口中華増えましたよ。あ、そうですか。安い中華がすごいいっぱい、日高屋みたいな、日高屋みたいな感じだけど、あの中国人の方が、本物が、やってる安い中華屋さんがうちの方にもポツ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 、はい、できてます。いいですね、はい、まあそっち行かないじゃ太郎ちゃんとも使ってます。優秀の方はあの中華街みたいですもんね、角も中華屋さんだし、いっぱいありますよ。はい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 、はい、ありますね。まあそんな世界のグルメっていうところでですね、その太郎ちゃんが多分企画してるんでしょう、はい、実行委員山田って書いてありますからね、はい、西川口の西口ですね、今度8月25日、来週ですね、はい、25日日曜日、第3回西川口の夢ということでですね、はい、地域活性化イベントをやります、はい、日時が8月の25日日曜日、午後1時から4時まで、はい、西川口中公園にて開催と、はい、西川口駅西口、いつもの盆踊りの公園って書いてありますね、我々知らないですよ。盆踊りやる、まあ地元密着型だと思います、ね、はい、キュポランがいっぱいいますけどね、はい、キュポランこう使うと使いやすいね、キャラクターとしても、はい、西口ずっとまっすぐ行っていっていただきまして、1個目2個目の信号を、2個目の信号、まあ後で図が出ますけど、はい、何するずっとまっすぐ行くみたいな気持ち、はい、でやることがですね、世界のグルメを味わおう、のんびり休憩コーナー、ワクワク駄菓子コーナー、
地域活性化イベントということでね、子供広場もやってるよ、昔遊びで楽しもう、米語もなんかも出るそうですね。ねお子様から大人まで、そうですね、ということはビールも飲めると。はい、そりゃな餃子食ったらビールだよな米語も遊び、それからね餃子ありますね、やっぱりね、焼き豚、これ日本ですね、はい、焼き豚じゃんじゃんというお店が出ております、はい、それからね炭焼き、炭火串焼き、各種バー、フリークアウト、それから韓国風おでん&キムチ、キムチ、おこんなんあるの、韓国風おでんなんてあるんですか、知ってます、韓国風おでん、うん、あ食べたことないですね、ないですね、まあ、そして焼きシューマイと、はい、これ太郎ちゃんとかね、西川口カラオケスナックめぐみさんです ね、 韓国ね、スナックさんがやって、あ隣だ、隣の隣か、 あ、はい、あそこのままね、はい、何してます、いろいろあの T シャツなんかでも協力していただいて、あそうですか、ありがとうございます、違ったらどうしよう、何か、まあ、ありがとうございますって言ってんだから間違いない、はいはい、それから駄菓子コーナーですね、はい、お菓子のだるま屋さんと、あと大分中津唐揚げ、はあ、これはね大分名物らしいです、あなんか出てたなこの前、居酒屋、はい、花花鳥、花鳥カラスじゃないですよね、電話番号が8888、あらららら、ね、すごい、よくこの番号取れた、そうですね、え0484ってのあんの今川口で、あの048で切って45、これ戸田番号か、あっ茨城、あ違うよね、インターネットで、光電話とかだと0484です川口、あそうなんだ、知らなかった、続きましてタンドリーチキン、タンドリーチキンネパールですね、はあ、ネパールなんだ、インドじゃねえんだ、インドよりもっと山の方だな、アジアン居酒屋カリー&タンドリーと、そして麦味噌、川口名物を生ビール、あー来ましたね、これ酒と食材のコーミテート、ね、コーミテートといえば新井ちゃんと、はい、うちの副委員長でもありますけどね、はい、頑張ってください、はい、麦味噌なくなっちゃったな、また買いに行かなくちゃな、あこの時でいっか、はい、てか25日行けっかな、俺行けません、第3回を迎えました、残念ながら僕は行けません、ゆうべ頑張ってください、はい、さあなぜ行けないかと言います、まあこれね西川口のゆうべ25日ですね、はい、午後1時から4時まで、地元のなんとかお祭りみたいな感じです、そうですね、いろいろ模擬店等々ありますんで、はい、まあお安く楽しめると、せっかくですから皆さんお立ち寄りくださいみたいな感じですね、お祭りですよね、広場なんだからバンド入れろよな太郎ちゃん、言ってくれりゃなんとかするのにでもこの日はダメでしたそう、25日がなぜダメかと言いますと、はい、第5回ミュージック部会講演会ということでですね、はい、YEG サマーライブ2013、これはですね、さいたま市の YEG、私は、川口の YEG ですね、それというのは、商工会議所青年部です、はあはあはあ、で、川口の YEG が今回の川口フェスなんかも取り仕切って、主催でやっております、はい、それのですね、まあ、仲間といいますか、さいたま市と我々より全然でかい、この前聞きましたらですね、川口市の人口約55万人で、さいたま市の人口が大体110万人、半分以上ですね、うん、倍ですね、はい、倍いますね、まあ向こうは大宮と与野と浦和と岩槻か、はい、それがね58万人、川口58万、よし半分以上だ、はい、半分以上ってことは ね、 ね半分じゃねえ、大宮、え鳥取より多い、鳥取より多い、鳥取より多い、鳥すげえだ、鳥取県より多いということは、埼玉市は香川県より多いとか、そういう話、島根県より多いとか、あすごいですね、人が集まっちゃうもんですね、まあ、そこのですね、第5回ミュージック部会講演会ということでね、川口 YG のこう仕込みバンドみたいな、 YG ズっていうのがね、恥ずかしながらあります、へ、私はね珍しくサイドギターで、入ってるんですか、はい、で入ってます、はい、入ってます、日時がですね同じく8月25日日曜日と、はい、17時から5時からですよ、そうですね、うん、お祭り終わってからも行けますよ、そうです、あ、はい、終わってから来ればいいんだな、うん、そのまま5時からです、4時までですか向こう、はい、はい、ですね、終わってきてぜひ来ていただきたいなと、17時半開演ということでね、入場料が3500円です、ドリンク付きで酒の山石さんが入ってるんでほぼ飲み放題かなと期待しております、ドリンク付き、はい、会場がですね柏屋裏楽器、
柏屋楽器浦和で、フォームホールっていうのかな、はい、駅を降りたところに伊勢丹のとこじゃなくて、じゃないんです、裏の道で、そうです、広いと月宮神社のそばですね、あの旧中山道沿いです、月宮神社より近い駅に近いぐらいの左が、どっちから行くと、駅から行くと月宮神社の手前ですね、はい、うん、右側です、そこのホールでやっております。5階、なんかね結構いいホールがありまして、そこでやると、でそこで我々は YG's という形で出ます。その出演者の中で結構いろんな方が、はい、いっぱい出ます、はい、その中で注目なのがですね、バターロールというバンドでね、バカバンドです、ロールバターロールバターって言われるとこもバターロールです、ね、ロックンロールに引っ掛けてると思うんですけど、ね、これがねおバカさんバンド、横浜銀杯のコピーバンド、結構すごい人たちなんですけど、真剣にやってますね真剣にやってます、だからあれですね、漢字で書くんですね、バターのそうですね、馬声の場に罵る、ダメダメ狼、うん、流れるの三髄じゃない、琉球の流のですね、そうですね、そんな感じで、おじさんたちがムキになって一生懸命やってます、ね、へ面白そうです、ちょっと必見ですね、はい、この前の南浦のお祭りででも共演というかね、はい、一緒に出たんですけど、なあちゃん面白いおじさんたちです、パッと見ると近寄りたくない感じですでも中身はすごい面白くていい人たちです俺もそう思われてるのかな、あそうか似てるかもなんて言って、ね、怒られたりして、まあ、そんな感じで楽しくやってみたいと思いますね、はい、ぜひね、西川口ゆうべ終わりましたら、パカッと電車に乗って浦和まで来ていただいて、とけてけてけてけと、まあ、ちょっと歩いてやっぱ10分近くかかるかな面白いですよね、みんななんかローリングカトーンズ、ローリングストーンじゃなくて、カトーンズ、加藤さんがやってるんでしょ、あそういうことですか、はい、面白い、そんな感じ、みんな、南の陽子団長って、うん、なんでしょうね、そういうのいろいろあります、よくわからない、楽しみにしてる、はい、まあ、素人が多いもんですから、まあ、お遊び程度にお考えいただいて、はい、ビールを飲みに来ると、そういう感じで、チケットの方は私の方ででも受け付けております、はい、あと多分柏屋さんでも売ってるでしょ、浦和の、ね、はい、柏屋さんにいろいろお世話になっておりますので、 E メールもありますね、はい、ありますね、はい、言ってもわかんない、うん、はい、ということで頑張ってみたいと思います。我々は何時だっけな、5時半ちょっとかな、6時近く、6時前、5時半開演って書いてありますよ、はい、一番最初に出てる、うん、オープニングの方だね、はい、でなんか俺前半の司会やりますんで、はい、応援しに来ていただきたいと、はい、そんな風に思っている第5回ミュージック部会講演会、埼玉 YG の主催ですね、で行います。先日そこの会長次期会長もうちの店に遊びに来ていただきました、はい、どっかに乗ってると、そんな感じですね、はい、ミュージック部会のお知らせでした、ぜひ遊びに来てください。はい、続きましてハモニカコンサート、まあ、ちょっと先なんですけれども、9月の14日、これ、浅見さんですね。浅見さんの情報。はい。浅見さんの情報といえば、リアルタイムが弱いこの番組ではありますが、はい、今日はうちでやります、浅見さん。あ、そうですか。はい。なんだ、ドリンク別で1500円で、うちの店で今日やりますんで、はい、よかったら遊びに来てください。はい。いつもの通りね、ハーモニカが聴けるということでね、ハーモニカコンサート、うちでもやります。かなりいろんなところでね、精力的に頑張って、はい、川口フェスにも出ていただけます、はい、プロなのに無料で使って、はい、しかも働かせると、はい、ひどいハトリみたいな感じでね最生館の、はい、最生館この病院でいつもね、はい、毎月ですけど、はい、先週かな、やってきたのが第2火曜日なんでね、やってきましたけど、はい、先週は結構豪華、来月は私出るんですよ。あ、なんか笹野さん言ってたね。ね、3曲か4曲踊らせていただきます。すごいね。よろしくお願いします。あ、こちらこそ。僕は曲かけるだけなんで。はい。はい、そっかそっか。そう、笹野さん来月出ると。来月っていつだっけ？今度。12日か火曜日ですよね。火曜日、第2火曜日ですね、はい、よかったらお運びくださいと。入院してくださいって話ではないです。誰でも入れるんですよね。誰でも入れます。入場無料だし、はい、ロビーが開放されて、そうですそうです、こうステージになって、まあ、再生会病院に正面入っていただいてね、正面入る、うん、はい、夜の7時からです。そうです。正面はこうエスカレーターがある方ですが、まあ入りゃ分かると思うんですけど、はい、入って左ですね。左側の待合室みたいな、待合場みたいなところ で、ね、やる予定でやってますんで、まあ、それいつも通りです。
その中でね、そこのメインとしていつも出てきていただいております浅見さんの情報、はい、なんと茨城県でやると。あ、そう、牛久って書いてあるんですね。そう、牛久、9月の14日土曜日、1時半会場2時開演ということですね。場所が牛久市、はい、中央障害学習センター。入場料が前売り券1500円、当日2000円と全席自由、子供は無料と、小学生以下はね。で、主催茨城県ハーモニカ協会、こんなあるんですね。あ、ね、茨城県、まあ、全国的にあれですね、ハーモニカをやる人たち多いんですね。多いですね、うん、まあ、うちの今度の川口フェスでも、まあ、浅見さんももちろんそうだし、並木ブルースハーモニカ教室と、並木ブルースハーモニカクラブかな、今並木公民館でやってた仲間たちがそのままクラブを作ってって、はい、それも出演していただくと、まあ、並木なんか私も土屋さんのお店で一度浅見先生が、はい、指導してくださって一曲だけ吹きましょうって言うんで吹きましたね、はい、なんだか忘れちゃったんですけど、ふるさとですか。ふるさと、そうですね、はいはい、そしたら吹くのはいいんですけど、吸い込むのが私すごい苦しいんですよ、ハーモニカ合わないなと思いました。大丈夫です、ちょっと慣れれば。ってだからそういうあの呼吸器系の弱い人はやった方がいいんですってね、はい、うん、その練習になるから。でも吸って吐いて、笹野さんがどう考えても呼吸器が弱いとは思いませんよ。すごい苦しくてハーモニカで吹くのが、吹くっていうか吸うのが、なんかダメでした。そんな力いっぱいしちゃダメですよ。そうかな、なんか難しいなと思いましたね。これは苦しいわなんてはーはー言ってました。まあそんなこともありますね、まあ、ハーモニカまあ比較的楽です。まあ浅見さんが使ってるのはテンホールズって言いまして、そう、それいただいたんですよね、ハーモニカも、最安値で500円ぐらいで売ってますので、はい、ぜひ一度ね試してやってみると、はい、やはりコードが吹ける、でそれを単音で少しずつ吹いていくみたいな、うん、みたいなそんな楽器ですんで、ちょっと手に取ってね、まあ、500円ですからちょっと昔懐かしいみたいな、ね、ちょっといい音が出ると楽しいですね、はい、ベンドというのがありまして、音を上げ下げするっていうのができますんで、はい、それうまくやるとかっこいいわけですね、うん、まあ、浅見さんプロですから、うん、ハーモニカ吹く人ってその曲によってなんかいっぱいハーモニカ持って、ね、ありますよね、あれはね、キーで変わるんです。まずマイナーコードかメジャーコードか、まあ、はい、ほとんどメジャーコードです。2つでこんなのことをやったり、はい、もう上下でやったり横でやったりしますからね、ギター弾きながらこの辺ぶら下げでやったりと、はい、ますね、かっこいいですね、かっこいいですね、浅見さんね。それが今日行われる、はい、今お知らせしてるのは、まあ浅見さんのライブってもちろんこれだけじゃなくていっぱいやってるんですけど、はい、茨城県でやるってのはあんま聞かねえなみたいな感じで今日の資料を勝手に持ってきてしまいました、ね、あ、市民サークルによる演奏ですから。そうですね、鳥弟子のハーモニカやる人たち、そうですね、モリアですか、モリアですね、バンド師、はい、皆さんがバンド師ってかっこいいね、はい、かっこいいですよ ね、 ねえ、もうみんなバンドやってるのか、いや、そうこれ踊りのバンド流のバンドですよ。そうですね、うん、そう、土編のね、うん、バンド師ってあるんですよ、ね、玉三郎さんがいるのかな。いやいやいや、違う違いますか、はい、はい、まあ、それでパート2ということですね、演奏家の独奏とアンサンブルと、いうことの、演奏家ですね、演奏家の独奏に入ると思います。浅見さん、ミケランジェロと一曲だけじゃねえよな、これ一番こういい曲っていうか、うん、素敵だなと思う曲はどんな曲が、やっぱこのミケランジェロですね、ミケランジェロ、はいはい、それとあとはダニーボーイですね、浅見さんの、あ、ダニーボーイですね、そうですね、うん、ダニーボーイ、ルル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 、いい曲ですよね、そういうのルル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 あ、いやいやいや、著作権引っかかるみたいなね、リュウさんのストップがあって、はいはいはい、あれですね、実はですね、はい、このハーモニカのコンサートで、はい、やっぱりハーモニカで踊ってほしいって私言われたんですよ。ハーモニカで踊ってほしい、はいはい、黒田節とか、例えばそれはハーモニカだけじゃないですから、ね、はい、うん、黒田節 と、うん、と今私花は咲くっていうのは復興支援の曲、うん、あれを踊りでやってるんですけど、それをやらせたらハーモニカでやらせてくださいっていう、ね、うん、言われたんですけれども、いや結構無茶ぶりばっかりしますから、難しくて、はい、ちょっとね、同じ振りにすればできるんですけど、うん、ちょっとまだ練習期間 が、 サイズがあります、練習期間がなくって、はい、一応 ね、 お断りしちゃったんです、そうやってね、無茶ぶりする人なんです、あの人もう思いつきでもう音楽のことが全く関係なく、浅見さんではないんですけど、そう知ってます、大体山口さんで、そういう犯人は、それで黒田節
ハーモニカだとなんか気が抜けてしまうようなクロダブシフーンっていう感じになってしまう気もしたんですけど、クロダブシは難しいよね。難しいと思う。あれに踊りが入るの、ね、はい、で三味線入れますからって言ったんですけど、うん、ちょっとこの次回に明けはの目の目ですよね、はい、何 でもね、多分歌ってくれるのはね、名取の人ですから歌は入らないと思いますけど、はい、ですよね。ね、それは多分ハーモニカと歌と両方なんだと思う、うん、そうですかね、はい、今度また練習して成田圭介さん、ね、そんなコラボ、はい、コラボもやってみるのも面白いかなと思ったりして、うん、何しろね、はい、歌の人も上手です。あ、そうですか、うん、で三味線の人も本当はいますし、ね、浅見さん三味線も名取ですから。あ、そうなんですか、はい、で三味線も教えられるぐらいのレベルだね。なんだっけ、じゃあいろいろ楽しいコンサートになりそうですね、うん、そんな感じ。はい、いろいろできるんです、浅見さんは、はい、でお仲間も多いですから、はいはい、でその三味線舞台の中の上手な人が実はギターも上手で2人でやってるとかね、はい、あ、でそれをこの前再生会にしてくれた。いろいろこうね組み合わせて、ママちゃんもね歌ったりして、そうな、いろんなバージョンができます、はい、この前ウクレレ弾きながらハワイアンの人と一緒にコラボしたとかね、はい、そんな感じです、はい。川口ナンバーのニュースですね、うん、これこの前も言いましたけど、はい、川口ナンバー取れることになる、取りました、はい、まあ施行は来年、施行ですか施行ですか、うん、来年になりますけれども、うん、その中でね川口ナンバー、うん、ね、俺車ないんで、乗ってたじゃないですか。それは乗れますけど、いや今自分のものはないです。あ、はい、お金かかる、うん11個でしたか、 10件か、の中に入りましたんでね、次の新車ぐらいですよね。次ね、多分今年やったり。鉄さんは通りそうですか、川口ナンバー。あー、無理ですね。無理。今年の末ぐらいに買いたいな、買い替えたいな。ああ、そっかそっか。今年の末ぐらいにね、ぜひ大きめの車を。機材の乗るようなね、あちこち移動できる。そうそう、そう、そんなマイナンバーもありますけれども、はい、続いて川口おなり姫コンテストについて。まあ私が出られないのが残念ですけどね。なんでですか。あ、市が違うからですか。市が違うからですか。違う、そんなことないですよ。40ぐらい、それぐらい俺がなんとかしますよ。姫というにはちょっと姫くれてるかもしれない。そうそうそう、これがね、川口おなり姫コンテスト出場者募集だ、はい、ということでね、このマイシティジャーナル、こっちか、こうすればいいの、はい、マイシティジャーナルも書いてありますね。賞金が 1,2,3,4,5,6,7 丸が6つ。7って言ってもダメじゃないですか。1,10,100,1,000,10,000,100万円、はい、100万円、総額ね。見たことないから。川口おなり姫コンテストが開催され、はい、現在出場者を募集中です、来年11月9日に開催予定。来年ですからね。来年、はい、それまでになんとかこう。来年だよね。年は。いや違います、今年ですね。来年って書いてある。それは来年おなり道祭りが来年。ああ、そういうことね。おなり道祭りが開催される11月9日に開催予定の第2回川口塾、はい、鳩ヶ谷塾日光おなり道祭りをさらに盛り上げるためにと実施、はい、選出者は川口を代表するおなり姫として、選ばれた人はですよ、姫になる、姫ね、いいですね、同祭りに参加するほか、当たり前ですね、川口市内の各種観光所行事などに1年間親善大使として参加できる、はい、参加できる健康で明るい女性を募りますと。健康で明るいのは正解なんですよね、はい、はい、年齢は、まあ、ちょっと待ってください。活動を通じて自身が成長し地域社会の発展に貢献してもらうことを目的としています。はい、応募資格、ここですね、はい、川口市内に在住、在勤、在学の満18歳から50歳の女性50歳ですよ、ほ、うん、なんすか、あ、大丈夫ですか、はい、任期中の各イベントに協力できる人、未婚、既婚は問いません。あ、20歳の未満の人は保護者の同意が必要。高校生と現在地のコンテストやイメージガールに選出され任期中の人は不可と。もうすでにプロみたいになってるからね、はい、そうしたら残念ながら締め切りは9月20日ですね、はい、そうですね。まず任期がですね、11月10日から来年11月9日の1年間、1年間、はい、
当日解任ということですか、これは。はい当日に解任、はい、1年間ご苦労様です。本番がお別れ会みたいな感じですね、はいまあ1年間こうね、働いていただいて、ね、PR をしていただいてということですね、はい、18から50歳ですからかなり幅がありますの で、はい そ, ですね、それが2つに分かれております。あ2つね、はい、おなり姫として18歳から30歳、30歳までと、はい、それがまず1つですね、はい、それから31歳から50歳、それぞれ1人が選ばれ、賞金は各30万円。30歳から50歳というのはおつぼねさん、なあいますけどね、ねになるのかしら、微妙、はい、腰元とかそれぞれ2人ずつ選べますうん、というか、あ、2人、あのメインの姫が1人1人、それから純が2人2人、そんな風に。いいね。あ、エミリーをダメですかね。その頃どっちに入ってんでしょう。あの子はまだ20代でしょ。あ、ギリギリか。はい、セーフ。はい、推薦しましょう。推薦しておきます選ばれた人全員がおなり姫として活動に必要な各種研修、立ち居振る舞い方、話し方、メイクアップ等を無料で受講できます。あ、そういうの教えてもらうといいですよね、はい、で応募方法ですが、所定の応募用紙とともに全身、上半身、各1枚のカラー写真。何年前とかダメですよね。で L 版、最近3ヶ月以内のものを同封し、応募先に郵送か持参、はい、応募先は、うん、応募先はですね、川口商工会議所、商工会議所、鳩ヶ谷商工会議所、はい、はい、川口市観光物産協会で配っております、はい、ホームページからダウンロードもできますので、締め切りは9月20日と、ご近所の美人さん、そして美しいお姉さん、ご応募願いたいと思います。はい、はい、とりあえずエミリーも言っとくか。そうですね、どこまで行くか分かんないですけど、ちょっと面白いじゃないですかね、面白そうだね、はい、俺出らんないしな、これは。ちょっと無理ちょっと無理、はい、まず性別が違うと、はい、はい、10月4日の第1次審査は書類選考。ああ、書類選考、ね、書類選考と落とされた顔しますね。私大丈夫かな書類選考だけまずそこだしね、そこが一番問題ですでもあれですね、顔だけじゃないからね、これはやっぱりスタイルとかあるんじゃないですか、いろいろ。でも着物着させたら一番じゃないですか。着慣れてるっていうのもあるし。でもお姫様は無理ですよ。ああ、お月のなんとか様。はい。あ、お月のなんとか様でどうですか。お月のお局様みたいなね。そんな感じじゃないですかね。最高そうですね。きっといると思います。言ってみましょうか。はい、進めておきます。町川ラジオとか、ね、町川ラジオつぶやき放送中みたいな、そんな感じで、はい、ね、最終審査はブラッシュアップセミナー受講後、はい、11月10日に舞台で自己アピールをしていただくと、そんな感じです、文章はマイシティジャーナル提供と、提供と勝手に読ませていただいております。自己アピールはね、割とできるかもしれないですよ。そうですね、その辺は、後ろのね、年齢の方々の昔ね、コンテストに出たことあるんですよ。あります。応募したことあるんですよ、はい、それで丸の内 の、うん、あの BG、OL っていうんですか、はい、その頃の、うん、まあ、コンテストだったんですけど、はい、私桜で出たんですよ。桜、はい、人が少ないから出てください、うん、で堂々と言いましたね、うんうん、かなりいい線いきましたけど、ね、かなりいい線それでその受かった人はなんか他の、うん、イベントに出るっていうんだったんですよ、うん、でもさすがに私は断りして、あ、そっか、桜だったんで、桜だったんで、だいたいこう誰かの付き合いでこうオーディション行って、はい、でその人を怒って自分がなんかその日当日出ろって言われて受かっちゃってスターになっちゃったみたいな人いますよね、はい、いますよね、なんかね、たまにね、でもなんかやっぱりこうなんとなくね、はい、嫌でしたね、うんうんうん、そしたら同じ事務所の人がそのイベントの司会だったんですよ。あら、どうして、どうして来なかったの、どうして来なかったのって名前見て、うん、いやちょっと面白かった。そこで人生変わったかもしれません。そうですね、モデルっぽくなったかもしれない。そっちの方向に、はい、まあ、どちらに向いても無理、はい、まあ最終的にはね、ロンパールームじゃない、なんだっけ、おはよう子供賞のお姉さん、お姉さん、すごい、ね、すごい、あのよく、うん、経歴をお持ち、アイアイとかね、うん、歌いましたよ、すごい、おさーりさーんだよー、たん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 です、皆さん、よい子の皆さんこんにちは、けいこお姉さんですよ、すごいね、けいこお姉さん、そういう仕事いっぱい来ました、ね、そういうそういうことがあると、それは経歴っていう弱い方するじゃないですか、はい、うん、
で俺の場合はいろんなね在歴ばっかりです、ね、子供見ると、はい、こう子供がねいろんなこと集まってるのを見ると、うん、そういうのやりたくなっちゃうんですよ。ほうほう、お姉さんとじゃんけんぽんしないとかね言いたくなっちゃう。いきなりはいおかしいなあの人って子供たちは思って何されんだじゃんけんで負けて何されんだみたいな失敗です。煙突山のたぬきさんあーやだおっぱい飲んでねんねんしてるんですね、はいはい、よくやりましたやりました、はいはい、その中でですねその中でじゃないまあ、そんな話をしてたんですが、お伝えだけしときましょう、はい、たたら祭り、はい大盛況あなんと25万人が参加とすごいです、ね、もっといたんじゃないかな、そうですね、まずざっと文章だけだから1人ずつこう数を選んないですもんね、はい、おかげさまで我々 KBA というのがですね、はいバザールステージ、いわゆる西川口駅からまっすぐ行った方ですね、はい、そこの北門だったっけかな、うん、そっちの方でやってたんですが、売り上げ最高と、はあ先日それで白井さんと一緒に温泉に行ってきました、はい、そんなに儲かったんですか。儲かりましたよ。杉戸ですけどね、温泉だって町の温泉ね、お盆の時期だったんで2時間半かかりましたね行くのに。あそうですか、はい、で向こう行ってお風呂入って寝てたのが2時間半と、お風呂1回か2回しか入らないね。ミルオキーズクラブの連中がほとんどで、はい、あそこで手伝ってくれた人がね、はいみんなでこう自治体の車で男ばかりで、みたいな、うん、行ったんですけど、すごいですね。やっぱ車の中でビールが飲める。うわ、うん、まあ運転はね、はい、おいし君がやってくれたんで個人名なんですけど、危ないです、だからその子は飲みません、はい、飲まないでやってたんですけど、まあ白井さんのところで言ってるヒューガルデンホワイトっていうビールがあるわけです、はい、それがあまあ白井さんは火曜日休みなんで、休みでもったいないから全部使っちゃえみたいな感じで、はい、ペットボトルに入れてきて、みんなでこうプラコップで回し飲み、車の中でぐたぐた喋りながらビール飲みながらタバコ吸いながら、気がついたら温泉についてるの夢のような話で、ね、哲さん来れなかったんだよね哲さんがその日空いてるからってその日選んだらしい。あそうですか仕事で来れなかった。でもすごいメンバー層で、メンバーでちょっと怖いです、うん、まあそんなね杉戸の温泉結構良かったですね。あ、はい、なんか聞いたことあるか。あそうですか。一度ぐらいあるような気がしますね。もうほんとね田んぼの中にボンってあるから、はい、うん、でもまあ泉質温泉の質なんかよくわからないんですけど、はい結構綺麗な温泉でしたね。それとそこのビュッフェが美味しい。あそうですか。1400いくらかな。ビュッフェっていうと、うん、ビュッフェいろんな食べ物。そういろんな洋食ちょこちょこ洋食も和食も、で10割そばとか、うん、結構気合い入れて頑張ってますね。なかなか美味しいとこでした、お食事はおすすめですね。あそこはのんべにも行けます。なかなか美味しいおつまみ等々が、唐揚げなんかもはい揚げたてですとか言って、ね、結構温泉みたいのがあちこちに、はい、町の温泉ありますけれども、ね、はい、食べ物は美味しくないと今ダメですね。ダメですね。ですから結構美味しいものが、はい、湯の里でも美味しいですし。あそうですか。はい、あそこお風呂にしか入りに行かないんですよ。タオル持って上の方になんか、680円で行ってますもん。ああそう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 。で湯の里さんはね、はい今回川口フェスにも協賛いただきまして、はい、ありがとうございます。そんな中で、ね、ただ祭り25万人と、うん両日晴れてましたからね、はい、しかもそんなバカみたいに暑いわけではないと、うん暑いっか暑いんですけど、その前の週だっけ死ぬほど暑かったのが、うん最初の方で死ぬほど暑かったんで、まあこれぐらいなら許してやるかぐらい、はで我々のこうみなんていうの見識的にはですね、多分34度を越したぐらいから水が売れると、ビールの売り上げが悪くなる。うーんそうですね、ビールよりちょっと、ね、ビールなんか飲んでる場合じゃねえと死んじゃうかもしんねえぞと。私も今日そこで水飲みました。どうぞどうぞ、そんな感じでね、やっぱ水分不足だって危ないですか。危ないです危ない、クラッとしますクラッとね、クラッパタってしちゃいますんで、今日もですね、なんかちょっと風があって暑い暑いという割には、まあ、爽やかな感じはしてるんですが、はい体から奪われる水分等々ありますんでね、はい水の摂取はお忘れなくと、はい、そんな感じで25万人が参加たたら祭り、来年もよろしくお願いします、ね、よろしくお願いいたします、俺がよろしくお願いします。次の日の、花火の時、ねうん、花火はどうでした。花火は背中で鳴ってました。日曜日ですよね。日曜日もういっぱいですよ、うちらの方は。もういっぱい土曜日もいっぱいだった。土曜日もいっぱい、土曜日が意外に多かった。うん、だからあんだけみんなトタルの花火行かねえんだなと。
あそうですか。昔はその昔っていうかイメージとしてはね、たたら祭りでこう買い食いしながら、じゃあそろそろ花火だねって、じゃあ行こうかって話だったんでしょうけど、はい、なんか今年結構みんな残ってました、ね、あそうですか、はい、まあどこでもね、はい、あの花火いっぱいですけど、結構事故みたいのも今年はありましたね。ねえ、誰も事故を起こしたいと思って起こしてるわけじゃないんですけどね、はい、まあいろいろ最新の注意を払って、はい、臨んではいるんでしょうけども、まあ、事故等とかないようにね、我々も、はい、うん、川口フェスもどんな事故があるか分かりませんからね。バンバン祭りって何ですか。バンバン祭り、じゃあこれバンバン祭なんですよ。ああそうなの、はい、バンバン祭、はい、これも8月25日ですね、うん、8月25日カンタラ祭りの時ですね、はい、え、マグロ解体ショー、はい、このミュージック部会と日にちが一緒なんです。これからですね、これから、はい、川口新郷工業団地、はい、新興会館前で8月25日バンバン祭というバンバン祭りと書きましてね、はい、それが開催されます。そうだ、新郷工業団地っていうのはあれだ、再生連、じゃあね、なんだっけ、出ないですね、まあ仲間たちなんで、はい、ぜひ遊びに行ってください、はい、マグロの解体ショーもやるそうです ね、すごいですね、はい、早めに食べないと腐ります。はい、25日あたり暑いですから、ね、その場で切ってもらって食べて、はい、美味しそうですけど、うん、ステージは演奏や踊りなどを披露と、でそこに工藤慎太郎ちゃんも出るそうですね。あ、そうですか、はい、ここに書いてあります。あ、午後2時と午後3時半の2階のホールです ね、これホールでやるみたいです。最近活躍してますね、はい、工藤慎太郎ちゃんはね、はい、川口フェスにも出ていただきます。はい、川口新郷工業団地協同組合で開催されます第7回バンバン祭、バンバン祭りと書きます、ね、面白いです ね、ね、面白いね、誰が名前をつけたんだか ね、ネーミングうまいよね、はいはい、新郷の工業団地の中で行われると思いますので、はい、そちらの方は遊びに行っていただきたい。我々はミュージック部会と同じですね、重なりますね、うん、そして太郎ちゃんは西川内と、はいはい、こんな感じで行われます。いろいろねイベント等々がありますんで、楽しみ。さあそしてですね、8月31日土曜日と、鳩ヶ谷お祭り、はい、うん、すごいですねこれもね、8月31日土曜日ですね、鳩ヶ谷駅を中心にして行われる、中心にじゃそこだけでそこか、はい、うん、やりますんでね、提供は YC 鳩ヶ谷YC 鳩ヶ谷あらへんとこですね、読売新聞鳩ヶ谷、読売子供新聞、子供新聞、そんなものがありますね、 YC 鳩ヶ谷、ね、YC 鳩ヶ谷あらへんとこですから、はいまあそこ主催ではありませんけれども、一応お手伝いということでですね、8月31日のタイムスケジュール、ベビーマッサージ講座、影絵ルーム、書道ライブ、川口の麦味噌講座、麦味噌、うん、キッズ&スペース、うん、子供のね、そんなことをやっております、はい、で同時開催で、駅高落語というのをやってると、鳩ヶ谷寄席同時開催、はい、第49回ですね、はい、こちらの方は木戸線といいまして入場料がかかります、はい、前売り2000円、当日2200円ということでね、はい、すごいですね、こういうの行ったことあります、鳩ヶ谷の、鳩ヶ谷鳩ヶ谷はあまり、まあ、前お弟子さんがいたんですけど、はいはいはい、うん、それで公民館とかで、うん、あの見に行ったことありますけど、鳩ヶ谷の公民館、はい、お、中央公民館、それでそこで踊りの会があって、はい、あの出るんで 見に行ったことありますけどね、はい、あんまり行く機会はないですね。そうですね、こう路線が違う、ね、ちょっと遠いんですよね、西川口から。あ、結構あります、車とか、はい、だといいんですけど、自転車でもちょっとありますし、そうですね、駅から駅に行くのに別の交通機関を使わなきゃいけないっていう辛さがありますね、はい、そうですねバスが一番いいんですけど、あ、そうです、ね、結構20分ぐらいかかりましたよね。かかりますね、はい、まあそっちはそっちで122号線の下にね、こう地下鉄が通ってますんで、はいはい、実はその地下鉄でですね、我々のその川口フェスの宣伝ビデオが流れると、地下鉄で、地下鉄で、はい、埼玉高速鉄道、昨日俺の知り合いの旦那が来たんですけどでその話をしたら、ね、なんだっけ、赤羽岩淵を過ぎてから埼玉高速鉄道になるわけです、はい、でそこから、最後の終点まで、はい、あのサッカー場まで、はい、浦和美園まで、はいはいはい、でそこだけ流れるのかなと思って、はい、そしたら多分違うと、うん、埼玉高速鉄道が、廃車するその電車の中でずっと流れると、うん、ってことは潮割れの人も見るかもしれない、はい、
というの駅の、あ、電気、駅じゃない、電車の中 の中のビデオがよく私見てますよ、あれって45秒間の CM が流れます。すでにですね YouTube 等々で、配信されておりますので、はい、できれば皆さん見ていただきたい。無駄に凝ってますね。どういうんですか、すごい。後でビデオ見せますんで、すごいです、うん、で何しろね、川口フェス2013で YouTube で検索していただくと出ます。川口フェス2013を Google の方に入れちゃったりするとうちのホームページが出ます、うん、そこにももうすでに入ってますんで、はめ込みでね、それで見ていただいてもいいかなと。そんな結構派手です、いい感じでできております。はい、こんな感じかな。すごいですね、楽しみですね。まあそんな鳩ヶ谷駅でやる8月31日、土曜日です。14時から20時まで、はい、鳩ヶ谷お祭りやりますんで、そちらの方も合わせて遊びに行ってくださいと。そんな感じですね。次の日は9月1日なんだ。そうですね。31日の次ですからね。31日といえば、我々ひねりですね。今度9月に仙台のジャズフェスにも出ますけれども、はい、その前にですね壮行会というか、T シャツ販売会みたいな、はい、T シャツその日まで多分できてくれると、はい、うちの水沼さんがですね、いろいろデザインをしてくれた新 T シャツ。何の T シャツ？ひねりです、あれです。ひねりって何ですか？これです、私のやってるバンドですね。ああ、バンドの名前、はい、ひねりのライブをですね、はい、昔のですけど、はい、こんな感じで、はい、これが昔のですね、昔の、はい、でこのマークは変わらないと。このマーク、ひねりのマークは変わらない。ひねりって書いてありますね、はい、このひねりのライブをですね西川口にあります東口ですね R という、お店で、ライブをだいたい8時ぐらいからかな、7時半か8時ぐらいから行います。はい、入場料1000円で、ビールなりなんなり一杯ついてきます。はい、非常にお安いです。はい、ぜひ遊びに来ていただきたい、はい、詳しくはあの何口ですか。私東口です。東口、はい、うちのすぐそばの、なんだ昔並木通り、バス通りです。バス通り、バス通りの、はい、でコーヒー館の斜め前というか、あ、はいはい、わかります。斜め前、はい、こう半地下になってるところのさらに地下です。はい、はい、あ、上がなんかボクシングジムみたいな、ね、はいはいはい、ありますね。そんなところがありますんで、そこの地下で、ライブハウス R やりますんで、ぜひ応援しに来てください。よろしくお願いします。はい、まあ、その後に、仙台ジャズフェスト、はい、9月7日、16時40分からと、はい、仙台駅のデッキの上の真ん中のステージと、はい、出演いたします、ね、はい、お寿司を食べに来たついでにひねりも応援してください。牛タンも美味しいです。はい、そうですね。そんな感じでね、新幹線乗って、はい、すぐ降りて、うん、そのステージありますよね、はい、それでそれを見て、うん、で食事して、そう、また新幹線乗って帰ってくる。下手すれば日帰りで、日帰り、日帰り全然大丈夫です。はい、ついて寿司食って、俺たち見て寿司食って帰るって言ってもできます。仙台に、こう地面に足ついてないみたいな。美味しいですよね。あ、牛タンもね、美味しいんですけどね、うんうん、そんな感じですね。あとですね、食のなんとかって出たよね、ちらっとね。さあ、食プロジェクトはやりますんでね、それもご期待いただければと。うん、ここにはないですね。これじゃ川口食プロジェクト、川口市内を食を取り扱うお店の評判の一品、お店の一押しをリレー方式で紹介いたしますと。地域活性化と絆づくりとして、平成25年7月から川口市の市民活動助成事業として実施してしますと、うん、川口商工会議所、鳩ヶ谷商工会、川口観光物産協会、川口市商店街連合会が正式に支援と、川口市内全域を対象として食を取り扱うお店の評判の一品、お店の一押しをリレー方式で紹介しますっていう感じですね、はい、まあ、うちら前やってましたから、まあ、こんなご紹介を最後に、ね、今日も滞りなく1時間喋り続け。りっぱ、ね、今日はどうしたんですか、タバコ吸いに。もうなんかタバコ吸う気づきませんでした。よかったですね、ベラベラ仕事に集中して、ね、そんな感じで、はい、楽しみです。ぜひよろしくお願いします。いつも忘れていた手ぬぐいを持ってきました、ね、手ぬぐい、あれ手ぬぐいっていうの、これ違う、ね、なんちゃらタオル、タオル、なんちゃらタオル、ね、そんなお持ちして、本日もですね、長いことお付き合いいただきましたありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、立川ラジオね、この番組の提供は三田前用品店と、
はい、そして協力鳩ヶ谷は毎週鳩ヶ谷アラインところのね、読売新聞の協力、そして、うちら理事会メンバーじゃない、なん理事長哲さん、もう頭が混乱して、もう煙型になる、1時間喋りすぎて理事長哲さんプロデュース、はい、で、俺もじゃもじゃ羽鳥、はい、踊りの笹野で、はい、そして今いないけど今日誕生日の水沼さん、そんな感じでね、はい、ゆるくお送りしました、はい、来週は俺がいない、川口フェスのミーティングがありますんで、はい、俺がいない、その頃もう行くぞみたいな感じで、はい、もしかしたらそのミーティングごと放送するかもしれない、そんなことはない、はい、そんな感じでお送りしますんで、はい、そしてその次の週は休みと、はい、そんな風にお送りしたいと思います、はい、ありがとうございました、どうも皆さんお世話様です、ごきげんよう。